改札口中央線ホーム旧駅舎2008年から翌年まで使用された仮駅舎田治見駅は岐阜県田治見市大戸町2丁目にある東海旅客鉄道日本貨物鉄道の駅である当駅の所属線である中央本線と当駅を起点とする大タ田タ線との接続駅となっている両路線とも JR 東海が第一種鉄道事業者として旅客営業を行い 中央本線は JR 貨物が第二種鉄道事業者として貨物営業を行っている。中央本線には CF12、大タ,タ線には CI07 の駅番号が設定されている。特急、シナノを含めたすべての旅客営業列車が停車する。中央本線の列車は一部が当駅で名古屋方面に折り返すほか、 中津川方面へ向かう快速は当駅から終点まで各駅に停車する。また、大ト線の列車はすべての列車が当駅で折り返す。中央本線の運行形態の詳細は中央線を参照。単式ホーム1面1線と島式ホーム2面4線、計3面5線のホームを持つ地上駅で京上駅舎を有する。駅長、駅員配置駅である。 管理駅として、中央本線のここ京駅かまと駅間の各駅、および大田線の小泉駅、根本駅、姫駅を管理している。JR 全線切符売り場、自動券売機、自動改札機が設置されている。1番線発の特急市なのと2番線発の快速列車多治見駅北都市整備計画とともに、 田地市が中心となって進めてきた駅改良工事計画の中には、駅のバリアフリー化に伴う駅舎の強情化と、幅10メートル長さ102メートルに及ぶ南北自由通路の建設などが盛り込まれた。工事は2007年度に着手され、2009年11月1日には、南口のエスカレーターなど、建設予定の一部の施設を除いて使用が開始された。 南口のエスカレーター設置予定地は、旧駅舎の敷地にまたがっていたため、設置工事は、旧駅舎の解体後に着手され、2010年8月11日に、使用が開始された。その後、駅、南口広場周辺や、ホーム上に残る旧施設の周辺も整備され、2010年10月に、完成した。なお、駅北口広場周辺は、未整備部分が多く、 現在工事が進められている。JR 貨物の施設は旅客駅の北側に位置する。東濃地区の鉄道貨物輸送の拠点駅である。通称は田地見駅貨物取扱所。一面一線、コンテナホームを有する。二役線には河線が張られているが、着発線には張られておらず、着発線に到着した貨物列車は水波法の引上げ線へ入った後、 推進運転で、ホームへ侵入する。二役線と旅客五番線の間に側線が一本あり、木回しに使用されている。コンテナホームは、コンテナ車八両編成分ある。なお、それ以上の長さの列車でも編成を分割せず、列車を少しずつ動かしながら、二役作業を行う。名古屋貨物ターミナル駅との間に高速貨物列車がた日、1往復設定されている。 同駅以外の全国各地へは、同駅にて別の貨物列車に軽装され輸送される。かつては、地元駅弁業者のビードロ屋が調整した、じみの釜飯、黒豆怖いが販売されていたが、駅弁製造からの撤退に伴い2003年3月31日、限りで販売を終了している。その後ビードロ屋は、ホームの立ち食いそば屋を営業していたが、 駅舎とホームのリニューアル工事のためこちらも2007年3月31日の営業をもって閉店し店舗も撤去されている。2018年度の1日平均乗車人員は13,611人である。岐阜県内の JR 駅では岐阜駅、大垣駅に次いで第3位である。各年度の1日の平均乗車人員は以下の通りである。岐阜県統計書によると 当駅の2006年度の発送貨物は82,197トン、到着貨物は84,317トンであった。かつては当駅からやや離れた時川南側の市役所を中心とした場所に市街地を形成していたが、現在は北口に視聴者はできるなど、再開発によって駅周辺に新たな市街地が形成されている。また、駅前プラザテラートに、 駅南畜市街地再開発事業が計画されている。アスティ、タジミ旧駅舎時代のアスティタジミにあった、ベルマート学びパークタジミ東濃信用金庫本店、タジミ駅前、バスターミナル詳しくは、タジミ駅前、バスターミナルを参照。南口と北口にバス乗り場があり、南口はタジミ駅前バス乗り場、北口はタジミ駅、北口バス乗り場となっている。 前者には一般路線バスの東鉄バスのほか、コミュニティバスの帰郷バス、田地見市自主運行バスが、校舎には東鉄バス、高速バスの中央ライナー、カニ号、ドリーム、カニ号がそれぞれ乗り入れている。また下半田川線は瀬戸市に乗り入れている。東濃鉄道で唯一愛知県内を運行している。ありがとうございます。